キングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ワンスワンスマナーということで、このコースを翻訳すると一度一度マナーなんですよね。いや訳し方わからんくないこれ。でこのコースでタグにボスバトルって書いてるんだよね。最後にボス出んのかな、それだけがちょっと楽しみなんですけどね。それじゃあ始めていきますか。うわもう画面の情報量多いな。最初から何をしていいかわかんねえぞ。とりあえず右上行ってみる。でこのボム兵を叩いたら爆発すると思う。カマン。よしよしよし、うわバーガールじゃねえか。っていうことはこれ積んだ感じだよね。ちょっと気になったのがあってさ、左にブロックがあったじゃん。このブロックも壊せるんだよね。ここブロック壊すのが正解、そういう感じでしょ。邪魔くせえこのニョキを。じゃあここデカキノコになって右上のブロックを破壊する、ここまでは合ってると思うんだよね。そしてこの針に当たって右上のモム兵を爆発させる。いやこれで合ってる。そして下の針に当たってここ右走っていこうか。ただめ。何よこのやり方は。もっと上まで来いよ。そんじゃここ針に当たってツタの左側で待っておけば大丈夫っていう感じだよね。さあ右に行きますか。うわ左ピードは出てるね。あのピードは入れないよね。なんでここで一旦スーパーチャンプ。じゃあここはさデカキノコが出てくるのを待っておこう。出てきた後上に行けるっていう感じだと思うんだよね。さあなるほどそれで行けるとか。危ねえ今下見た。ナイスよけだね。待ってこれは上はいけないね。下よし時間ポイントゲット。ナイス。これはピーがずっと鳴ってるからもう下に行くしかないよね。それじゃあ赤いとか入っていきましょう。こっちは何なんでしょうか。です。いやもうやられるしかないやんかこんなの。一生やじまあまあここは一旦やられていい場所だと思うんだよね。そして右の方に進めるっていう感じだね。なんかピンスイッチ出てきたよ。こんなの汚染くないですか。何のピンスイッチなんだろう。じゃあこのオープンブロック踏んでみるね。どうなる。うわなんもなんねえか。うわどうすればいいんだろう。あ右の方に押し出される。これで合ってんじゃないの。そしてここに土管があるよね。この土管に入っていきましょう。多分これで正解だと思うよ。ほら来ました。でこの上のブロックを壊して上に行くとちょっと当たってしまいましたね。あれなるほど、デカキノコ状態のままこのブロックを壊せっていう感じだったのか。壊して左に走っていこうか。これが正解。うわ違う。左のブロックも壊してよ。続きして壊せるでしょそのブロックも。じゃあここは叩いてこの場所に追っておいたらよかったよ。そしたらリンク出てきたよね。確かそれが見えたんだよね。でこのリンクをもらうと、そういう感じでしょ。よしよし。で左下のこのブロックを壊していくんだけど、下にボム兵がいるな。このボム兵入っていく。入ってってどうしよう。ここで爆弾出すんじゃないの。それが正解。そしたらボム兵。うわやられてしまった。大丈夫ボム兵、右下のブロック破壊しなくていいのかな。じゃあこのまま上に行くよ。いやまだワンチャンあるよ。右は、うわ右はいやまだワンチャンある。このブロックを破壊します。テレサ助けて。ひとまずここに隙間があるでしょ。こっちに行く、それが正解。あれ早く行けっていうことですか。もう一回だけ開けて頼む。もう一回だけチャンスをちょうだい。あらそれじゃあここ登ったら急いで左にダッシュしてみるね。それが正解でしょ。なんかデカキノコ取ったけど大丈夫かな。左下って書いてるな。左下行ってみる。ここに行けばなんかなる。よし。でも今笑われたよね。こっちで合ってんのかな。上に行くしかないのか。上に行ってみます。うわ違う、くせえ。優勢取らないでこの上に来いっていうことだったんだろうねきっと。じゃあ一旦左行ってすぐ USA 避ける、それでいいんでしょ。よしよしよし。でこっから左上のブロックを壊せっていう感じかな。こういう風に。よしこれで合ってみた。今 USA ギリギリだったね。こっちで合ってんのかな。下に行きます。頼む合ってて。うわどうしよう。右上にボム兵がいるね。あのボム兵を破壊する。それで合ってるでしょ。頼む。で左に逃げようか。よしよし合ってるっぽいよ。でここでチミになって、あの砲台の間のちくわブロックのところに行けっていう感じだね。さあ行きますか。デカキノコいるんじゃないの。いや大丈夫、デカキノコ取ったらダメだ。デカキノコいるやんか。ここで
きっちりデカキノコを取らなくちゃいけない、そういう感じでしょ。これ挟まれてやられるんじゃないの。やられないんだね。じゃあ下に行きますか。うわどうしよう。あ、鍵はないからもう下に行くしかないよね。ヒップドロップしていく。ヒップドロップ。なんでこのまま降りてカロンのコーラ捨てて上に行く。多分これで合ってると思うんだよね。合ってるでしょ。うわデカマリオがいらないみたいな、そんな感じきそうだな。大丈夫。あ、大丈夫っぽいよ。でここで一旦チビになってどうする。ここもうジャンプするしかないよね。ジャンプします。で中間ポイント。うわこれ何よ、動けないんだけど。何よこの中間ポイントの取らせ方。早くやれよ、誰が来るのここに。誰も来ないんだけど。頼む誰か来てよ。あ、なんか左に動いてるよ。多分あれがやってくれるやつだろうね。お前か、花。あ、このまま上に行ける。ありがてえ。で、このまま左下に行けると。いや、違う。一回当たってから左下のドアに入れると、そういう感じだね。ちょっとビビらせやがって。なんでまたデスなんだよいや、多分合ってるよ。この一回やられて、ここに進めるっていう感じだと思うんだよね。さあ、進んでいきますか。嫌な予感しかしね。チェックポイントゼロって書いてる。これも走っていくよ。走っていきます、頼む。何も変わんねえし。こっちで合ってんのかな。うわスタートじゃん、戻して上に。嫌だ、こっちで合ってて。いやこっちで合ってるんだよきっと。わざわざ戻らなくてよかったと思う。こっから2周目が始まるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。さっきと違うパターン来るでしょ。一旦さっきと同じ方法で行ってみるね。ここで下に行って、そしたらなんか出てきたんでしょ。ここでクッパクラウが、ここで右ダッシュすればいいんだよきっと、そういう感じでしょ。よしよしよし。でこのまま右に行って、こっから上に行くと、そしたらまた中間ポイントがもらえるのかな。どうなんだろう。あ、2個目のここでピンコインがゲットできるっていうわけね。そしてまたやられるだけだと思うんですよね。ここキーですでしょ。わかってるんです。あ、違う違う違う、下に行ったよ。あ、なんて書いてたんだ。南部なんとか2って書いてたね。ここはエレクトリック、エレクトリックって電気とかだったっけ。ブーガルー。うわ嫌な予感しかしねえな。ここ落ちるんでしょきっと。ティッティリッティリー。あでもさ戻ってきたよ。あのキーですで合ってんじゃないのかな。でこっからまたなんかさっきと違うパターンかな。どうなんだろう。まあさっきと同じパターンで行くけどね。パックン出てくる。あ、USA が出てくるんだね今度。これで合ってたんじゃないのかな。で、この USA 何やってんの、もったいねえな。っていうか、いけねえじゃんかここもう積んだやんね。じゃあここ USA も取るなってことかな。ダッシュしてもう避けていくね。そしてここはリンクが出たでしょ。なんなんだお前は。さっきと違うやんかじゃあここはブロック壊してそのまま下に降りていい、そういう感じでしょ。そしてここのブロックを壊してリンクを取ると、そういう感じだね。うわどうしよう今度。上にテレサが出てくんのかな。あ、出てこんのじゃない今度。頼む、よし。いやよしって言っても開いてるよ。ここ開かなきゃ次に進めないじゃんね。あ、こっから上に行く、多分それやってる。よし、で、もう押してすぐ左で、デカキノコ取って左に行くんで合ってるんでしょきっと。何もしない今度。うわ、ここはダメなんじゃねえか。 USA 取ったらよ上に行けっていう感じでしょきっと。はい、ペンギンレースが始まりました。じゃあここはさっきと一緒っていうことが分かったから、一旦左行って右に出ようか。そして悔しい、あの日さっき出てたっけ。いや多分出てたのは出てたんだろうけどね。さあ第2回戦始まりました、ペンギンレース。じゃあ次はちゃんとこのバブル避けるよ。ここでいいでしょ。よし、そして上に行く感じか。大丈夫、次こそ。うわキノコが邪魔くせえな。大丈夫、進めるよ。あ次はきっちり行くよ、見ててね。マジ集中していくから、チョビちゃん。よし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 。でこっから走って下でいいよね、こういう風に。いや多分これで合ってる合ってる合ってる。でボブ兵のところまでは合ってると思うんだよな。踏んで左に逃げる、絶対合ってるこれで。よしよしよし。なんかちょっとさっきと違うくないですか。一
に当たって下に行け、針に当たれんくないここデカ状態のまま来たらダメってことね。なんでここで一旦ボメに当たらなくちゃいけないんじゃないの。これでデカ状態が解除されてこの針に当たれるっていう感じだね。そして下またデカキノコ出んのかな。どうなんだろう、バネが出てきたよ。なんかまずい気がする。いや、このデカキノコはいる。そういう感じでしょ。トゥルルテって飛んでしまったけど、うわダメじゃねえか。トゥルルテって砲台の中に隠してやがったのかここやられないけんよねきっと。ほっほっはいカロンの甲羅が先にやられてしまいました。早く早くやらせてよ。この身体機地味にきついなここ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 イエーイそれじゃあ次はデカキノコ取らない。早く下に行ってあのデカキノコを回避してこのカロンの甲羅を手に入れると、そういう感じだね。いやここどうするよ今度。もう謎でしょあの枠みたいなやつ。下にヒップドロップしてみる。また今度は正解なんじゃないかな。ヒップドロップが頼む。いや合ってる合ってるよ。でここで蹴って鍵を手に入れるんじゃないの。そして上に行く。よっしゃ来ました。さあ中間ポイント次取らせてくれるでしょ。また頼む取らせて。よしでここでまたやられるのを待っておかなくてもいい感じだね。左のドアに入れる感じ。よし来ました。これ何周するんだろうね。あ僕の予想じゃ2周で終わりだと思うんだよね。どうなんだろう。でまずここで1回やられるっていう感じでしょ。でこのやられた時に右に入ってここで下の土管に入れると思うんだよね。ほらほらほらさっき入れなかったもんね。あの土管に入れる。チビで行く。なんかデカキノコまずそうじゃない。チビで合ってて頼む。チビじゃないと次に進めないみたいなそんな感じでしょ。これ左怪しくない。左いけないね。じゃあここでうわリンクがいるのか。このまま一旦下降りて先様子見よっか。どうなるんでしょう。なんもないやんかそれじゃあここはねツタの上に折っておく。そしたらリンクが出てくるよね。そのリンクを取ってこっからどうするかなんだよな。あなんか左に投げろみたいなの書いてるよ。ここに爆弾を投げればどうかなる。どうなる。なんでじゃあここは爆弾を投げた瞬間上に行けっていうことだろうね。なんで投げて上に行ったここにスターが出てくる。そしてこのスターを取ってドッスンをやって右。大丈夫この土管で合ってるよ。これ罠っぽいでしょ。違うじゃねえかいや罠っぽい方が正解だと思ったんですけどね。いや制作者の裏を書いたつもりなんですけどね。見事に騙されました。じゃあここは左を失敗しておこう。一旦左を失敗してここで右を失敗。なんでくっそうわ次はもう左を失敗しとく。ずっと左を失敗しとくあの砲台が下がるまで多分それで合ってるよね。そしてここは右を失敗で合ってると思うよ。走っていきます。そうでしょ。合ってる合ってる合ってる。上に行ってうわどうしよう。こっからどうなんだろう。左上の方に行くしかないよね。なんであ、あ、いけない。大丈夫大丈夫。いけるいけるいける。悔しい。合ってるよ。いいよいいよ。今回調子がいいんじゃないですかこの場面だけで。ここで下に降りていいよね。下に降りて上を失敗しとく。あれなんもなんないね。あ、ここで爆弾。うわくっそなんかどっか連れて行かれた。何よここ一旦どっか入ってみるよ。そしたら何があるんでしょうか。あ鍵が集まったよ。そして上ボタン。えあなんか上に行ってる。こっちが正解っていうパターンなんじゃないかな。熱い熱い。そしてこのまま右で左行ってあーって言われてるじゃんか。これも落ちるやつでしょあれなんか今ねやり直ししたんだけど下の土管が開いてないんだよね。これもしかして最初からやり直しみたいな感じかな。えやめてそれだけはやめて頼む。あそこまでもう一回行かなくちゃいけないの。いやどんな感じなの。さっきと違うパターン来てよ。お願いお願いします。さっきと一緒やんかー
さあ戻ってきましたよ、ここまで。なんでここで爆弾出した後上を進化しておかなかったらいいっていうことだと思うんですよね。なんで一瞬で爆弾出してほっって上を進化しない、そしたら何かが変わる、そうでしょ。やった。どうもありがとうございました。このコースほんとすごい仕掛けばっかりだったね。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。コース名はですねちょっと読めないんですけど、サムネを見てください。スネークブロックが2つ、そしてパワーブロックが2つあるだけなんですよね。それでなんとクリア率 0.45%、 めちゃくちゃ難しいコースだと思うんですよ。ただサムネを見る限りじゃ本当にゴール方法とか全く分かんないんですよね。まあ何かしらのですねゴール条件があると思うんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。パウブロックをすべて発動させてゴールっていうこと、あのスネークブロックの上に乗ったこのパウブロックをどうにかして発動させなきゃいけないっていうことだよね。ちょっとスネークブロックに乗ってみようか、どうなるか。いや、そういう動きすんの。うわ、これは難しそうだね。じゃあどこで叩くかちょっと見極めていいかな。一旦スネークブロック乗って左戻ってみるね。なるほど、わかったよ。あのスネークブロックが下に行った時、パウブロックの下に潜り込んで叩けっていうことだね。右の方はどんな動きするんだろう。おっっていうか右のスネークブロック叩けんのかな。ちょっとスタート連打してみていい。どこら辺で叩けるんだろう。あ、この辺で叩きそうじゃない。今スネークブロック左行ってるでしょ。うわ、あの狭い隙間に入れってこと？うわ、厳しい。左はそんなに難しくないと思うんだよね。はいや、こっち遅いんでしょ。こっちもこういう風に。うわ、相当難しいねこれ。いけっかな。じゃあまず左のスネークブロックから攻略してみるね。っていうかこれ2回連続で、あ、ちょっと待って、今いけたね。一発でいけたよ。これはなかなか幸先がいいんじゃないですかね。でこっちも頼む、奇跡を起きてくれ。こういう風に、あー、やっぱダメだよね。右がめちゃくちゃ難しい。いや左の方はね今やった感じそんなに難しいっていうわけじゃなかったよね。いやごめん、やっぱ難しいね。こっちが本当に難関なんだよ。あ、ちょ、いや。今動いたやんね。めっちゃ惜しかったと思うんだよね。ただこれを2回連続で成功させるのマジで鬼畜だと思うんだよね。左はちょびちゃんで行ってみる。こう、あ、多分ちょびちゃんで行けそう。なんで左はちょびちゃんした瞬間下に潜る。多分これで行けるんでしょ。よし、うわ、あと1個成功できるかな。頼め、来い。惜しい。くっそー、今のめちゃくちゃ惜しくなかった。まあ、左は結構簡単にねできるようになってんだよな。ここなんだよね、ここが。こう、やったぜ。これほんと難しい。でもね楽しいからね、ぜひやってみてください。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。